ミンチメル・シャリポービッチ・シャイミエフは、ロシア連邦を、タタールスタン共和国の政治家、同共和国の初代大統領を務め、老練な政治手腕の持ち主と評された。1937年1月20日、ロシアソビエト連邦社会主義共和国のタタール自治、ソビエト社会主義共和国、アニャコボ村のコルホーズ議長の家庭に生まれる。1959年、 火山農業大学を卒業する。1962年、セリホズテフニキ地区支部に送られ、1966年、最初の国家勲章である、レーニン勲章を授与された。1967年、ソ連共産党、タタール衆院会農業課の教官、副主任として働く。1969年、タタール共和国土地改良、推理事業大臣。 1983年、タタール閣僚会議第一副議長、ソ連共産党、タタール衆院会初期を経て、1985年、タタール閣僚会議議長となる。1989年にはソ連人民大議員に選出され、ソ連共産党、タタール衆院会第一初期となり、1990年に、ソ連共産党中央委員となった。 1990年8月30日、タタールスタン共和国最高会議議長として主権宣言し、1991年6月12日には共和国大統領に選出され、同年8月のソ連8月クーデターの際は国家非常事態委員会を支持した。ソビエト連邦の崩壊後の1992年にタタールスタンを主権国家と定義する新憲法の 制定に関する国民投票を行った際は、約62%が賛成票に投じられた。しかし、この国民投票と憲法は、ロシアの裁判所によって違憲とされ、シャイミーエフは、タタールスタンの分離独立を施行する、急進的な民族主義を抑制しつつ、エリツン大統領を率いるロシア連邦政府と、町長発主の交渉を繰り広げることで妥協を引き出し、 1994年2月15日には他のロシア連邦構成主体に先駆けて中央政府との間に権限分割条約を調印することができた。タタールスタンにはロシアのイスラム教徒の約48%が集中していたこともシャイミーエフを無視できない事情があったともされる。1996年の共和国大統領選挙ではシャイミーエフに対して 対立候補者は立たず、シャイミーエフは、有効票中97%の得票率を得て、当選した。1999年会員国家会議選挙では、エフゲニー・プリマコフ元首相、ユーリルシコフ・モスクワ市長と、政治ブロック、祖国、全ロシアを結成し、エリツィンに挑戦したが、プーチン旋風で、与党、統一が勝利するや、祖国、全ロシアと、 統一を統合して新たな与党、統一ロシアを結成し、ルシコフやセルゲイ・ショイグと共に、同最高会議共同議長に就任した。2000年に、ウラジーミル・プーチンが大統領に就任し、プーチンは中央集権化政策を実行するが、老練なシャイミエフは、プーチンと正面衝突することを避け、タタールスタンが持つ特権の現状維持を図った。 ロシア連邦憲法及びタタールスタン、共和国憲法では、地方の大統領、知事などの参戦は禁止されていたが、プーチンは、タタールスタンに特例を認め、2001年3月のタタールスタン大統領選挙で参戦した。シャイミーエフの下で、タタールスタンは、総合経済指標で、モスクワに次ぐ2位のロシア連邦主体となった。また、 火山地下鉄の建設や世界遺産として強引に押し進めた火山クレムリンの再建なども成功し、シャイミーエフは絶大な支持を得て2005年3月に四選することができた。2010年、トミートリー・メドベージェフの大統領就任に伴い、次世代の指導者に地位を譲るとして、ルスタム・ミンニハノフをメドベージェフに推薦して、タタールスタン大統領の職を辞し、 国家顧問に就任した。ロシア連邦技術科学アカデミー会員、全世界騎士団、連盟国際議会幹部会名誉議員、国際情報館アカデミー名誉会員、モスクワ国立国際関係大学名誉教授。労働赤旗勲章、10月革命勲章、人民友好勲章、2等、祖国に対する貢献に対する勲章。 ロシア国家オリンピック賞、名誉と献身に対する勲章を受賞2005年、モスクワ総主教アレクシー・二世は、シャイミーエフに、ラドネジの、聖セルギー勲章を授与した。また、長年のイスラムの活動に対して、2007年に、キング・ファイサル国際賞イスラーム奉仕部門も、受賞している。1998年、ケンブリッジ国際電気センターは、 シャイミーエフを今年の人に選んだ。2001年、ユネスコは文化、歴史財産の保護への大きな貢献に対して、アビツェンナ銀メダルを授与した。2005年、国際事前財団、世紀のパトロンからルビー十字章、並びに、ロシア連邦とユネスコ間の協力への貢献に対して、ロシアユネスコ記念メダルを受賞した。ありがとうございます。